はいどうもしめじです。妖怪三国志国取りウォーズということで、今回私はですね、この1月11日にリリースされたばっかりの、妖怪三国志国取りウォーズというアプリをやっていきたいと思います。妖怪ウォッチですね、私はですね、DS 版の2まではね、結構妖怪ウォッチがっつりやっていたんですけれども、その後のあのバスターズとかね、それこそ三国志とか、あと3にかけてまで全くやっておりません、ね、アニメの方は結構見させていただいてるんですけども、で相方の山山さんは、プニプニの方をねやってるようなんですけど、最近厳しくなってきたと、無課金では厳しいみたいなことをぼやいておりましたが、こちらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。画面タッチ、いくだにで、データ連動ですかね、機種変更についてこちらもありますね。で、私今回はですね、初めてリセマラをやってみたいなと思いますので、データ連動はしないにさせてもらって始めていきたいと思います。いくだに、はい、あなたの名前を教えてくださいということで、はい、しめじでよろしくお願いします。はい、時は乱世、絶望が支配するこの時代を憂う一体の武将妖怪がいたと、ね、三国志自体も私はあんまり、あ、かわいい、ジバニャン劉備なんだね、桃園の誓いだっけかな、あんまり横山光輝先生の三国志を一回読んだぐらいなので、ふわっとしてますね。あとは三国無双的なところの知識しかありませんけれども、そして今回リセマラしていこうということで、最初のガシャに関しては引き直しが何回でもできるということなので、そこでまず S ランクを1体獲得して、でその後にまあいろいろチュートリアルが終わって、バトル終わって、でいろいろ受け取りがね、アイテムもらった上でのガシャが引けるところがあるので、そこでもう S ランクを1体というのが目標という感じですね。それが取れなかったらリセットですね。こちらの方は、アプリを消去アンインストールすれば、引き直しというか、まあ、最初からできるということなので、まあ、結構お手軽かなと思いますので、ぜひ狙っていきたいと思います。可愛いですね。ウィスパー孔明と劉備が最初から出会う感じなんですね、まあ、三国志の、まあ、ちゃんとしたお話とはまた別の感じになっているのかな。で、まあ、リセマラメインなんで、あ、エンマ大王だ、ぬらりと、あんまりこの二人はあの SD になってもディフォルメされてもあんま変わらない感じですね。三国志フィールド、あ、なるほど、そういう絵本の中みたいな、本の中の世界みたいなのが動き出しているという感じなのかな、違うかな、わかりませんね。エマダヨかっこいいよね。劇場版でも今回すごいかっこよかったですね。カルーラと合体したりしてね、いろいろかっこよかったので、ぜひまた見たいなと思ってるの。そうだな、はい。で、まあ、スキップしていきましょうか。はい、スキップ、はい、まあ、スキップもねできるので、かなり、リセマラには優しいのではないでしょうか。ケンレイというところからスタートですね。これはライオトンかな。はい、出陣といきましょう。はい、スタートで、自動的に行動して戦ってくれるそうですね。でチュートリアルではどんだけ、ミスっても死なないようなので、このままやっていきましょう。で左上のこのボタンで3倍速まではいけるんですね。だから3倍速で一気にやっていきたいと思います。もう放置でね、いきましょう。で必殺技も打ったりできるんですけど、打ってると遅くなっちゃうんで、このまま3倍速でガンガン進めていくと、やられないんでね。勝利、勝ったにゃー、ジバニャンかわいいな。 OK、はい、まだケンネイですね。はい、ケンネイも2ですね。出陣、まだライオトンと戦い続ける感じですね。はい、スタート。はい、ここで、必殺技の説明が始まるんですね、チュートリアル。はい、で陽気ゲージが溜まったんで、タップして必殺技を叩き込んでくださいって書いてます。タップしましょうか。ここはねタップして出さないと進まないみたいなんで、行きましょう。あとは放置、かわいいね。いっぱいジバニアがいるのかわいい。はい、勝利、勝ちましたね、勝ちましたね。はい、スキップ、やっほー。ところどころでね声が聞けるのがすごくかわいくて楽しいですね。はい、あ、人面犬だ、出陣。はい、佐藤、これは、属性のお話をウィスパーが教えてくれています。属性関係って俺覚えるのすっごい時間かかるんだよね。チキショー、
人面犬をね、たまにあのアニメの方でも出てきてくれるんでね、面白いですけど。はい、勝ちました、勝利勝ったにゃー。勝ったにゃー。次々いきましょう。はい、私も借り出されるとはということで、ウィスパー孔明も一緒に戦ってくれるようです。作戦こちらで編成ですね。編成のお話が聞けるという感じですね。編成をしてウィスパー孔明をタッチしたままスライドすると加えられますよ。はい、完璧でウィス、オッケー、決定をしていきましょう。バトルへ進みましょう。天下統一戦ということでスキップ。はい、まだ賢明ですね。はい、ライオトーンと強敵出現ということで、ボスかな、ボス戦いきましょう。出陣。はい、よろしくお願いします。はい、なんかいろいろ言ってくれてますけども、無視して3倍速で突き進みましょう。はい、後ろでずるいにゃん、前に出るにゃんということで、前にウィスパーを出してあげましょう。うん、なんかやってるね、可愛らしい。下げろと攻撃は受けにくいから私は後ろでやると、ウィスパーらしいですけれども、ここで、放置して勝つまでやりましょう。はい、勝った、お疲れ様です。はい、勝利、カッカズラ。はい、賢明を制圧いたしました、ね、流れる BGM とかも全部そのままですね。はい、 OK。はい、どんどんスキップしましょう。ここで、ワカメちゃんとメカブちゃんだっけかなが出てくるんですね。ここで戦いましょう。出陣。はい、同じようにスタート。はい、ワカメちゃん、メカブくんかな、メカブちゃん、ワカメちゃん、どっちだっけまあいいや、3番勝負めっちゃ早いね。何言ってるか分かんないけど頑張ってください。回復してるんだね。はい、強い、勝ちました、勝利、勝ったにゃー。はい、制圧、攻守はここだけで制圧しました、 OK。 はい、バトルには90秒の制限時間があるのですよと、早めにクリアするとご褒美もらえますよっていうお話ですね。はい、スキップ。ね、いろいろお話をしているんですけど、ここで、軍神ですね。はい、劉備。にゃーでかにゃん、強そうにゃんということで、いろいろ出てきてくれてるんですけども、スキップしましょう。はい、エマだよも来てくれました。はい、スキップしましょう。まずは画面の下の方にあるガシャのアイコン、こちらで、1回目の引き直し可能なガシャの方ですね。はい、ここでまず S をね獲得していきましょう。はい、ここですね、妖怪ガシャ、ここをタップして、A 以上1個確定ということで、こちら引いていきましょう。まあ、生ハムって言いそうになったね、生ハムって言っちゃったね。生ハゲと、百鬼姫、キュービー、純育とかね、俺知らないんだけどね、いろいろあります、富士見御前、大角のシーン、うん、ありましたね。あ、虫歯伯爵とか、虫歯伯爵ってアニメで出てきたかな。まあオロチですね、オロチ好きなんでオロチが欲しいですね、どっちかというと。まあキリンかオロチが当たりみたいな感じなんですけども、早速引いていきましょう。はい、飛ばします、チェイ。はい、竜が出てくるイベントがありまして、どうでしょうね。まあ、1回目なんでちょっと見ましょう、かっこいいんでね。はい、はい、というわけでランク D のモノマネキン王さんかな、王さんですね。モノマネしてたら出られなくなっちゃった、すべてあげましょう。モノマネキン王さん、はい、わかりました、わかりました。ガガンとあげる D、D、A なんで、引き直しをしていきたいと思います。引き直す、さあ行くぞ。はい、ではワンモアお願いします。チェイね、ウィスパーにも当てれちゃう。さあ来い。はい、すべて開けます、ドン。はい、DDS 来ました、2回目にして聞きましたね。はい、こちら大角の神当該やったぜ、なんか強そうだからこれでいきましょう、よろしくお願いします。はい、ではこれで OK、 引き直しをしません、仲間にします。はい、座敷わらしとあとは嫌い魚ですね。
頼もしい仲間が増えました。はい、画面下のある作戦アイコンをタップしてください。編成、これで入れていけってことだね。はーい、はい、ジョバリア、リュービー、ウィスパー、孔明を含めて5人の妖怪を編成します。わかりました。ではまあどっちも残りは D なんでね、こんな感じで全員入れて、決定ですね。でバトルにこれで行ってくださいということで、バトルに駆り出されます。スキップ、エイアンの地で戦いを始めていきましょう。こうですね、強敵出現お願いします。はい、まあ勝てるっしょ。はい、この劉備が取りましょう。やべー、行け、受けてみろ。やべー、行け、やべー、きついです。じゃあ技打っとこう。ここはもうチュートリアルが終了しているので、やられちゃうのもやられちゃうのかな、ちょっとその辺わかんないですけど、はい、いっぱい出してくる。はい、爆裂角ファイナル。いいね、いちいちこうムービー的なのがこうカットインされるからかわいいね。頑張って。はい、勝ったー、やりました。はい、勝利、まあ、適当にやってるんでね、やばいですけど勝ちました。はい、ここで、劉備を獲得しました。人のようなすため私は進もう。素晴らしい、かっこいいねこのカードもね。はい、劉備と仲間になりました。劉備の情報を群馬市大辞典に登録しました。はい、エアーの地を制圧いたしました。オッケー、うん、はい、エグマシンの劉備さんがお話ししてくれてるんでスキップしましょう。はい、まずは画面の下の方にある作戦アイコンタップしてください。作戦、はい、編成タップですね。グマシンの話ですね、妖怪にセットすることができるんですよ、セットした妖怪がパワーアップしてくれると。グマシンいろいろ集めていかないといけないみたいですね。はい、ここをタップして矢印の動きに合わせてグマシン劉備をジバニャンにセットしてください。はーい、うまくできました、よかったよかった。はい、決定。はい、バトルもう一回行ってくれということですね。はい、スキップ。無理壁が見えたね。無理壁が塞いでるところは攻めていけないっていうお話も確かあったはずなんですけども、生徒に殴り込みをかけます。はい、バトル中に群馬神を召喚して力を借りることができるということですね。ボタンタップしてくださいって言ってるね。はい、スタート。はい、戦進むづらいよ。はい、今です、ボタンをタップして群馬神劉備を召喚しちゃいましょう。召喚、この力神のために。うん、かっこいい、これが群馬神の力でウィッス。ゲージの弾の速さや召喚の効果がそれに違いますよ。ありがとうウィスパー。こういうのはタブレットを調べなくてもちゃんとスラスラ言えるんですね。ウィスパー孔明が、やべー、頑張って。はい、必殺は打っとく、炸裂に効く。はい、なんか3倍速でよくわかりませんけど、まあ連打してます。はい、やべー、いけるかな、バックオーバー。やべー、やべー。はい、勝ちました、ババーン。はい、勝利、勝ったズラ。へい、はい、スキップ。もし、はい、ホームを押して、ここからいろんなことができますよ。はい、右上の宝箱をこうタップすると4時間に1個ボーナスがもらえるデビス。落ち着くにゃんって言ってね。はい、落ち着きすぎて戦乱の世を忘れてしまいますね。己の使命を忘れるなと閻魔様から叱咤激励いただきます。はい、メニュー画面ですね。
この面にはいろいろな機能が揃っておりますということで、いろいろ書いて教えてくれるんですけれども、はい、ログインボーナスゲット。オッケー、宝珠がもらえます。はい、デイリーミッションが更新されたようですね。はい、ここから、もう自由に動かせるようになりますので、このミッションと郵便を押して、もらえるものをまとめて受け取りましょう。OK。はい、戻ります。はい。お、マクロバー光月影を獲得しましたね。ババーン。アクロバー光月影、はい、ありがとうございます。まあ、こういうこう妖怪ウォッチは全部そうだけどね、こう図鑑があって埋めたい欲がねありますよね。はい、郵便からも受け取りましょう。はい、 OK です。これで、宝珠が420個ですね。右上のところが420個溜まっておりますので、これでガシャを引いちゃいましょう。はい、というわけで、こちら期間限定のエンマガシャまだやっております。2月1日までやっている状態なので、エンマ大王を仲間にできるという可能性がありますので、こちらの方を引いていきたいと思います。これで、S ランクを獲得できなかったらやり直しという感じですね。アンインストールしてもう一度やり直しをしていくという形でやっていきたいと思います。はい、現在420個ありますので、1回60個ですから7回引くことができます。この7回で S ランクをゲットしていきたいと思います。よろしくお願いします。引く、はい、さあサクサク引いていきましょう。 C ランク爆速、爆速大主人、はい、あ、ほのぼのだ、ほのぼの尊敬、はい、ランク C ブリー隊長、ブリー隊長カウン、はい、ブリー隊長また来た、おっとまた爆速来た、ブリー隊長来すぎじゃない？おい、ランク C のらりくらりでした。ということで S ランクコズでしたので、またやり直しをアンインストールしてやっていきたいと思います。はい、では、アンインストールしまして、再インストールの後、連打連打でここまで帰ってきました。まず1回目のガシャ引いていきたいと思います。引き直し可能ですね。さあ誰が来るかな。おい、 A ランクですね。はい、 ECA です。はい、 EAC ですね。あ、来た。はい、百鬼姫大凶が来てくれました。はい、では再びエンマガシャ引いていきたいと思います。来てくれ、お願いします。はい、 B ランク、わ、トゲニャンの超運だ。これでもいいけどな。おー、ウィスパー孔明出てきた。はい、ほのぼの C ランク、おー、自己中だ。わー、おならずもの、ほのぼの、うん、ほのぼの、はい、引いてこう。お、来た、はい、また百鬼姫来てくれた。はい、再びエンマガシャ行きましょう。お願いします。はい、 C ランク爆速、はい、ブリータ女王押し切るんじゃ、うん、のらりくらり、はい、自己中、うん、汗っかき、ウィスパー、ウィスパー孔明、にに
トミー土の投げ気持ちいいハッカコートミー導き聴取あれをことしましょう西洋館宿湯マリカネカフェクリミンソフトロボヤンチョーングレルリンギーお富士見御前富士見御前からの S2 体ですおーいいねあるんだねこんなことじゃあこれでいきましょうはいそれではさっきね S2 体獲得したんでこのままいってもいいんだけどここでもう1体獲得しときたいなじゃあ行きましょうお願いします頼むぜはいし運がいきょう運がいきょうでいこううん晴れ男晴れ男しましょうフリー隊長めっちゃ来るな爆速爆速かよ。おお幻。はい自己中か。まああの S を2つ獲得するというね当初の目的はまあ果たしているんですが、さあどうしようかなーって感じですね。はい現在こんな感じですね。こうですよね。まあ S 2つ2体ゲットはしていると。どうなんだろうなー。迷う。これで行っていいものかまだやめといた方がいいのかというわけで、皆さんもう一回やれか、もうそれで始めちゃえよかどっちか、コメントの方よろしくお願いしますはいじゃあ今日はこの辺でここで止めといてみようかなはいご視聴ありがとうございましたしめじでしたバイバーイ